里崎智也がシート打撃に登板したネオに注目した。打者7人に対して村松のセンター前ヒットの1安打という内容だった。投手転向したネオのボールを直に見るのは初めてだったが、自分のフォームで投げており、ストライク先行していた。ボールから入ったケースでも、慌てずにストライクが取れていた。変化球もまずまず制球されており、私の印象ではしっかり勝負できているなというものだった。さらに、すぐにブルペンに移動してフォームを確認していた。ブルペンでのピッチングも見たが、躍動感がある。投げ終わった時、打席の方へ体が弾んでいく様は、体全体を使って投げるダイナミックさが出ており、迫力もあった。元来が真面目な選手と聞いている。体の使い方を一つずつ確認しながら投げ込む姿勢は、向上心に溢れていた。と語った。お、いいですねー。バラついた球もあったはあったけど、明確な抜け球が本当になかったから成長感じるわ。細川を打ち取ったカーブも実戦でかなり使えそうだし、今シーズンは本当に飛躍を期待したいな。里崎の期待を裏切るなよ。ネオに対する期待も聞けて嬉しいな。得意のスライダー封印してあの結果なら上出来だと思う。ネオは二刀流でショートかセカンドできないかな。そうそう、フォームが躍動感あってダイナミックなんよ。大塚コーチと里崎も褒めてるのを見ると、ネオのストレートは球速以上にすごいボール投げてるんだよな。今回投げなかった2種類のスライダーを組み合わせたら、マジで開幕ローテあるぞ。里崎さんの解説大人の事情をできるだけ省いてて、嫌味もなくていいな。今年はネオの登板見てーなー。これは10勝ですわ。去年が大卒1年目って考えるとめちゃくちゃ順調なんよな。投手転向2年目と考えると破格やわ。里崎からも期待されてるの嬉しいなー。対外試合での登板早く見たい。